私を食い止めては、綿谷リ沙による小説、及びそれを原作とする日本映画。朝日新聞の夕刊に2016年4月から12月まで連載。2017年1月6日に朝日新聞出版から刊行された後、2020年2月7日に文庫化された。2020年12月18日に実写映画版が公開。 第33回東京国際映画祭東京プレミア2020部出品作品。黒田光子は、いわゆる、お一人様生活を満喫している32歳。周囲の干渉が耳に届かないわけではないが、自分の行動も悩みも迷いが生じた時は脳内にいる。相談役、A に相談する。A はいつでも、光子の味方で、傷つけることも孤立させることもしない。 正しいアンサーを選択してくれる、A と一緒にこの先も心地よい、お一人様が続くのだと思っていたのだが、ある日、年下の営業マン、タダくんに恋をした。アラサーの自分から、年下の男性にアプローチすることに戸惑いつつも、きっと両思いに違いないと信じて、自分の意思で一歩踏み出すことにする。私を食い止めて、私を食い止めて2020年12月18日、公開。 監督、脚本は、大久明子、主演は、ノン。ノンと、橋本愛は2013年の NHK 連続テレビ小説、甘ちゃんで、親友役を演じて、以来、7年ぶりの共演となる。第33回東京国際映画祭の、東京プレミア2020で、2020年11月5日、及び11月7日にワールドプレミア上映された。ありがとうございます。